はい、こんにちは。ひろじです。 F1 メカイチフランスグランプリその2、今回はですね、バージボードを中心にご覧に入れたいと思います。毎回ねバージボード本当にすごいことになってきていますが、もうそろそろ、熟成されてきたのかなって感じがしますね。初戦から見ると、造形としてはもう、何がどうなっているのか、わからないぐらいの、造形物になってしまっていますが、もうそろそろね、落ち着いてきて、この形みたいなのが、だいたい決まってきているような気もします。が、まだまだアップデートは多分ね、続くと思いますので、毎回ね、グランプリごとに、比較していただければ結構面白いことが見えてくるんではないかなと思ってます。それでは、まずアルファロメオ、ね、アルファロメオ2段重ねになってますね。レジンポイントと結構似てる形、2枚目のね上部の羽ですけど、2枚目の上の方ですね、こうやってこうレジンポイントに似てるのかなって感じがします。続いてフェラーリ、レーシングポイントです。レーシングポイントもね、バージボードの後ろの方が少しちょっと変わったのかなって感じがしますよね。レッドブルレーシング、ここも3段重ねというか、2枚になってて、途中で、上の羽のところから分岐して最終的に 3枚重ねになっているという構造ですね。もうなかなか造形がすごいですね。
続いてはマクラーレンです。マクラーレンはまだまだなんかこうね、どちらかというとすっきりしているんで改良の余地ありみたいなね、まだまだなんかのなんか伸びしろがあるような感じのバージョンです。メルセデス・ベンツ、すごいですね、メルセデス・ベンツは。もうどういう風にこう羽がなっているのかっていう、ちなみにですね、これじゃあこの羽ってどういう風に一体ついてるのかっていうと、フロアの写真を見てもらうと分かると思うんですけど、やはりあるパーツはフロアの部品と一緒について、あるパーツは上のカウルと一緒についてるっていう、そういう風な形をとってるチームがとても多いと思います。続いてハースです。ハースもなんかすごい造形になってますね。ここも一部のパーツはフロアから、他のパーツは別のパートで最終的にこう組み合わさってるっていうパターンですね。はい、今回のバージボード編いかがでしたでしょうか。ですね、まだまだね、たくさんお見せしたいところはあるんですが、オーストリアグランプリ始まってしまいますので、次ね、後ろのね、リアウィングとかね、あと、リアウィングの下のね、やっぱり造形なんかも結構特徴がある、チームによって特徴がかなりあるので、オーストリアグランプリ明けに、その周辺をご覧いただけたらなと思っております。それでは、ご視聴ありがとうございました。